はい、日本の上げまとめのコーナーまとめ、もうダメだね、まとめてない2人とももうだいぶベロベロなんで、わしもハマーハンスよ。いや、ほんまにもうね、ええ、こんな家に女の子訪ねてきたって別にもうクソみたいに灰皿転がって、うん、汚い家や汚い家にね、ニンニク臭い家、ほんま、ニンニクもさ、パスタ作ったし。ええ、もうそらええよ、うん、うん、まあ、とにかくこの垂れ流しのラジオがどんなことになるかの方がおもろいわ。どうなんのや、うん、ほらお前、まあ、初めの3回まではもうチンチンのネタしか言ってないから、ね、でもチンチン世界共通大事やからな。まあね、うん、ある意味チンチンも大事や、まんまんも大事や、うん、いろんなこと大事やしな、うん、全部大事や、いや、とにかく全部大事や、うん、うん、ええんちゃうか、うん、ほんまに、うん、ええよ、今日はほんまミスドから始まって、うん、芋焼酎も含め、うん、水橋おかずさんに感謝の意を示さなあかん。ありがとう、これありがとうございます。カズさん、ありがとう。カズさん、ええ人です。うん、これで、ほんまにもうええ。最後にちょっと宣伝しとき。宣伝、わしのすか、うん、春の宣伝しとき。わしね、5月には支持出しますわ、うん。イベントすんねんな。イベントしますね、うん。イベントの日にちはまだ決めてないんですけど。あ、そう、決めた方がいいんちゃう、早くに。いや、まあ決めなあかんすけど、うん、まあいろいろライブハウスの事情とかあるから、まあそれはまあな、まあとにかくそのイベントを皮切りに、うん、龍馬というものを詰め込んだ無料配布の CD を配りまくるんやろ、ね、世の中ちょっとブルース足りてないかな、うんうん、ブルースが聞こえないと、そうね、うん、ちゃんとブルースいうか、うん、まあ反体制というかね、うん、ロックンロールをね、うん、示していきたいなと思って、そうですか、わしはあの、うん、邁進してますね、レコーディングも、いいじゃないですか、まあ、5月、うん、いつになるか知らんすけど、うん、5月には、うん、出しますわ、出しましょう、うん、もうね、こんな酔っ払いの話なんか聞き流せ、うん、もうあかんよ、あかんよ、僕はあかん、僕はほんまにあかん、いやもう俺もあかんよ、僕ほんまによもう一滴も飲んだし、もう死にますわ。僕も帰らなあかん、うん、帰り、もうだってもう2時やし、あ、2時過ぎたし、うん、ほんまが迷惑かかる、世の中に、世の中にほんまに迷惑ほんま迷惑かかる、明日も仕事や、せん、せちがらい世の中や、僕も仕事や、ほんまどうなっちゃう、どないやこれ、ほんまもうね、もう最後の日本の夜明け別に15分なくてもええ、どうもほんまに、ほんま5分でええよ、ああとにかく、うん、まあええわええわ、まあお互い信じたもんやっていったらええ、別にそれ認める認めん関係なく、そう、信じたものやっていこうぜ、だから信じたもん歌ってくれよみんな、そうや、うん、歌っていこう、でその信じたもん歌ってるかもしれんけど、うん、伝わらんと意味がない、そうや、伝えるにはまあ、ある種のリアリティも必要やしね、うん、いろんな経験もいるからね、だから誰かを愛していないのに愛するとか言うとあかん、うん、そうそうそう、愛してないのに愛してる、うん、あかんわ、うん、だからまあ借り物の歌じゃなくね、うん、自分のいろんな人生の経験から、うん、ほんまに信じた言葉を紡いで、うん、紡ごうぜ、紡いでええ音奏でて、うん、なあそこにこう自分の思い乗っけて、うん、伝えよう、伝えていこうぜ、あ、うん、まとにかく日本の夜明けは、うん、もうあれや、もう誰から消されようとやるし、うん、やろうぜ、やるや、うん、おもろいと思わへん、うん、思いわるわるわるめっちゃいいや、ほんま言うてな、うん、言うて俺と龍馬なんかな、うん、ここでこうやって喋っとるかどうかも分からんやん、分からんよそんなもん、ちょっとだけ自治会一緒の時期あっただけのことやねんで、別に、そうやな、うん、それもクソみたいなもんや、そんなもんな、うん、だからそういうおもろい人生を歩もう、歩もうぜ、あお前ら、あだからもうええねん、その日に会って、うん、
お前ええやんってなって、うん、一緒になんかいろんなことおもろいことやって、うん、認め合わんと死んでいってもええねんけど、うん、なんか思うとこあるやんいろいろと、あるある、クソやなとか思ってもええし、うん、な、うん、そんなんどうでもええねんけど、うん、とにかくなんかいろいろおもろい、おもろいなと思うことを追求していったらおもろいやん、うん、追求していこうな、とにかく日本の夜明けは消されようが構いまへん、うん、構わんよ酔っ払いなのもんで、わしらも、何言うてもや、うん、ねえ、わしら何言う権利もあるしやな、表現の自由が認められた国でよかったな、せやほんまに感謝しよう、それもそれで感謝しよう、せや、うん、これがもうあのな、どこやらの国やったらもうすぐ消される、消される、知らん知らん、キムさんにぶっ飛ばされるわ、ええ別にそれはもう消してくれ、うん、何もでも消してくれやけど、おもろいなと思ったやつがおったらおもろい、おもろいと思うやつがおもろいと思ってくれるだけで十分やし、だからもう 2,3 日いけるかもしれんから早く聞いてね、うん、じゃあまあそういうことで、うん、1本目だけ酔っ払いスペシャル、はい、さよなら、さよなら、じゃあのバイバイ。